はい、お疲れ様です。おしょうです。いつもご視聴ありがとうございます。はい、今回ですね、板金塗装セミナーですね、第3回目になるんですけれども、これをね、開催日が決まったので、お知らせです。で、4月のですね21、22の2日間でやります。詳しい案内はこの後で、画面をね、違う画面で、解説していきますけれども、今回もう本当最後になります。私のね、工場もなくなってしまうし、全ての道具が、なくなって引っ越してしまうのでね、板金塗装セミナーができるのがもう最後なので、募集をですね、この後で、どういうふうにして行うのかっていうのをね、別画面で解説していきますので、そちらの方をご覧ください。はい、それではですね、板金塗装セミナー第3回板金塗装セミナー開催のお知らせです。今回もですね、2日間板金塗装で2日間で行います。平成30年今年のですね、4月の21、22日、土日になります。で、1日目、パテからサフェーサーまでと、で、2日目がガンの使い方から塗装までということになります。で、懇親会がついてますのでね、ぜひそちらの方も、参加していただければと思います。はい、で、場所ですね、私の会社ボールドの工場内で行います。このね、工場もね、今年で売却予定なので、もうね、こういったセミナーができるのが最後になりますので、はい。で、2日間参加で64,800円と。で、消費税込みで、昼食、宿泊、懇親会。こちらすべて込みになってます。で、板金教材のですね、スクールコースというのがついてます。14,700円だったかな、のコースがついてますので、非常にお得かなと思います。で、事前にですね、学科が今回ないので、ぜひですね、その学科の方をしっかり見ていただいて、それから参加していただきたいと思います。で、学科がないので、実技メインで行いますので、まあ、人数ちょっとね、今回増えるんですけども、12名、募集予定なんですが、そのね、人数の中でも十分ね、実地で学んでいただけるように、時間もですね、30分延長して、さらにですね、板金のその学科がないのでね、実技の方に集中できるようにしましたので、まあ、スクールコースの方をお付けするので、事前に質問があれば、その質問もお受けできます。はい。で、宿泊に朝食がついてません。朝食がないのでね、それだけちょっと申し訳ないんですけど、近所のコンビニ等で事前に、買っておいてください。はい。で、懇親会は食べ放題、飲み放題となってます。で、お申し込み方法ですね、申し込み期限4月5日または定員になり次第終了ということなので、先着12名、今回ね、最後なのでちょっと人数増やして12名でお振り込みをいただいた方から順次受付です。はい。ここはね、お振り込みいただいた方が、優先なので、申し込みした時点で安心してるとね、12名に入らないことが、あります。なので、お申し込みをしたらですね、なるべく早めに、お支払いの方をしていただければと思います。で、動画説明欄にね、申し込みフォームと、まあ同じようなね、この今私が話していることと同じような内容がホームページを作ってますので、そちらの方から入っていただくのは、どちらからでも申し込みできるようになってます。お申し込みフォームの方もですね、そちらに、必要事項を必ず入力して送っていただくようにお願いします。で、キャンセルの場合ですね、ちょっと別途、後ほどご説明します。はい。で、お持ちいただくものですね、宿泊セット、まあ皆さんね、宿泊するときに必要なものと、で、あとつなぎまたは作業着ってなってるんですけども、本当に作業しやすい格好で、危険のないように、本当に袖がひらひらしているものとか、あとですね、ボタンがいっぱいついてるような洋服の場合、ちょっと気をつけていただきたいですね。まあ、傷をつけたりっていうこともね、あれなんですけど、汚れても気にしないって言われてても、まあちょっとね、実際作業するときにそういう格好では多分しないとは思うので、袖のところですね、何かこう回転するものに巻き込まれるようなものがついてないようにお願いします。はい。で、その他の工具関係は、まあ、用意するんですけれども、まあ、本当に数に限りがあるので、順番に使っていただくようにはなります。はい。で、マスク、軍手は私の方でご用意しますが、何か使い慣れているものがあれば、本当にね、何でも持ってきていただいて、
あとスプレーガンですね、数にちょっと限りがあるので、まあ、塗る順番をですねお待ちいただくようになることがあるので、ご自身でねちょっと持ってきていただければ、まあ、待ってる時間に少し練習したりとかね、またはね安いガンちょっと買ってみたんだけどこれいいか悪いかわからないというような場合には持ってきていただければ私の方でねちょっとこれはこういうふうにいいですよこういうふうに悪いですよっていうのは、解説ご説明させていただきますと。はい。で、宿泊ですね、参加の注意点なんですけど、宿泊でですね、個室を希望される方はですね、ご自身で予約をしてください。毎回ですね、3名から5名ぐらいの部屋に泊まっていただくようになるので、ちょっと申し訳ないんですけど、そこら辺のところをね、個室を、希望という方であれば、ちょっと個室の方で、まあ、1名様、前回ですね、ちょっと女性の方参加していただいてですね、まあ、その方にはですね、まだ、一つ部屋をね、またまた空いてたので、ご用意できたんですけれども、ちょっと女性の方の参加の場合はね、同じ部屋というわけにはいかないので、その場合はちょっとね、事前にお申し出てください。はい。電車でお越しの方ですね、最寄りが、小淵沢駅になるんですけれども、その駅ですね、送迎、私の方でね、送迎いたしますので、何時何分の、電車で着きますと、なるべくちょっとで早めの時間に着くように、電車の方をお願いします。で、次工場内禁煙ですので、工場内での喫煙はご遠慮ください。で、外で吸う場合は灰皿を必ず持参でお願いします。はい。昼食はねなるべく、講習時間をね取りたいので、まあ、私の方でお弁当を用意するんですが、それではねちょっとこう私はたくさん食べたいという方とか何かこう食べ物にねちょっとアレルギーがあるとかそういう方はちょっと申し訳ないですけどご自身で、ご用意の方をお願いします。はい。で、さらに細かい注意事項ですね、直接私にお問い合わせください。まあ、ホームページの方にも書いてあるんですけど、そこどこにも書いてないと。で、これを聞きたいということであれば、ご連絡をお願いします。で、キャンセルですね。このキャンセルについての注意事項なんですが、まあ、前回もその前もあったんですけども、まあ、やはりですね、キャンセルがあるとですね、先着12名ということでね、本当に多くの方にね、参加していただきたいんですけど、まあ、人数に制限があるので、できればまあキャンセルだけはないようにとお願いします。で、2週間前までであれば、スクールコースの代金ですね、14,700 円を引いて返金となります。このスクールコースはですね、もうお申し込みいただいて、お振り込みいただいたらすぐにお送りしますので、はい、そちらの方をね、お渡し先にしちゃうので、その分はね、引いて返金となります。それ以降ですね、2週間より過ぎてしまうとですね、宿泊や懇親会とかお弁当、いろんなね、手配の関係で、申し訳ないですけど、全額返金不可となります。はい。で、予期せぬ事情で延期になった場合ですね。まあ、予期せぬ事情というともう本当にね、あんまりないんですけれども、まあ私がですね、ちょっと風邪ひいたぐらいじゃする、セミナーね、中止にはならないんですけども、インフルエンザとかになった場合はですね、それを移してしまったら本当に申し訳ないので、まあ、そういった場合にはですね、延期になる可能性はありますけれども、まあ過去ですね、私も体調管理気をつけてますので、よっぽどのことがない限りは大丈夫ですけれども、あとは台風の時期とか雪の時期ではないので大丈夫かなとは思うんですが、まあ本当に風が強くてこう危険を伴うようなね場合にはちょっともしかしたら、延期になる可能性はまあゼロではないので、まあその場合ですね、延期になった日に、改めて参加していただくか、その日は出れないということであれば全額返金となります。もしかしたらですね、再募集する、まあ、し直す、延期にしないで募集し直す可能性もあるんですけれども、私の引っ越しの関係ですね、あんまりこう伸ばせないというのがあるので、まあ、ちょっとその場合はですね、まあ、参加の皆さんとのまあ ご相談となります。で、上記のね、まあ、今まで説明してきたような内容でご了承いただける方のみの参加をお願いします。
はい、で毎回ですね遠くて行けないというご意見が来るんですけれども、北海道からですね飛行機で前回参加していただいたり、あと九州から、ね、参加していただいている方もいます。で、まあ、なので、ね、まあ、遠くて行けないというのはちょっと ね理由になるかどうかわからないんですけれども、ただですね、まあ、その日はどうしても行けないという方にはですね、板金塗装のセミナーの様子をですね動画で解説しているものがですね、以前からちょっと販売してますけれども、まあ、4時間半にまとめて、ご視聴いただける、動画がですね、動画と PDF いろいろ解説した、PDF 関係とかですね、そういったものを全部まとめて5000円で、販売してます。でこちらにだけだとちょっとですね質問したいと、でいろいろもっと詳しく教わりたいという方のためにですね、スクールコースとマスターコースというのをね、さらに別のコースを用意してますので、詳しい内容はそちらのね、動画説明欄に、まあ、板金塗装の講習のね、リンクを貼ってますので、そちらの方をご覧ください。でこちらの方もですね、板金塗装のセミナーが終わった時点でですね、販売終了になると思いますので、そちらの方をね、事前にまあちょっと欲しいという方は、あらかじめ、お早めにお申し込みをお願いします。はい、そういった内容で、まあ、またね、何かこれでもまだまだわからないという方がいたら、ご質問をお願いします。はい、今回は本当にね、まあ、最後になります。板金塗装のセミナーはもうこれで3回目なんですが最後になりますので、はい、このチャンスを逃すと次本当にあるかどうかっていうのはもう私にも分かりません。はい、で、今回の案内は以上になります。はい、またね、追加で何か、募集とか何かがありましたらまたその時には、この動画でご案内します。はい、今回もね最後までご視聴ありがとうございました。